はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。やすし様、あきひこ様、くそだふみお様、みちさど様、MT 様、ザッツ様、つよし様、コオロギ大嫌い様、ラムちゃん様、ひかりひかる様、がんばれ日本改革党様、かんたろう様、まさゆき様、こおりやまひとりもの様、まさくに様、スナックかよちゃん様、山田氏様、燃えるアジア様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して、政治活動資金と、河野太郎との裁判費用に、使わせていただきます。燃えるアジアさんは、あの燃えるアジアさんですね。あの、まとめサイトの、老舗まとめサイトの燃えるアジアさんであります。日頃から、お世話になっております。皆さんもですね、あの、NHK のニュースなんかよりも、燃えるアジアさんの方が役に立ちます。まともですんで、燃えるアジアで検索するとすぐ出てきますんで、皆様もご覧になってください。よろしくお願いします。石川県でお亡くなりになった方は、現在81名、謹んでお悔やみ申し上げます。輪島市、珠洲市、能登町は、ほぼ全ての家屋が倒壊し、行方不明者多数、一人でも多くの無事を願っております。もともとですね、あの、高齢化が、著しいとこで、特にですね、若い女性の仕事がないから流出してしまうっていうですね。で、町によっては65歳以上が半分っていう町もあるぐらい高齢化、あと木造の古い家が多くてですね、役所が危ない家屋ないかなって調べてもあって、たんだけど、結構な数危ない家屋、つまり古いから建築基準が緩い時に建てられる、まあ70年前に建てられた家とかも数多くあってですね、で建て替えを進めても、その住んでる人が高齢者で、その気力も経済お金もないっていう人が多くてですね、何百軒もその危険だって思われる木造古い家がいっぱいあったみたいなんですよね。なもんでですね、元から若者が流出してしまうとこなのに、復興しても元みたいに人集まんのかなって心配しておりますけれども、朝日新聞、地震や事故後 SNS で相次ぐデマ、表示数稼ぎも拡散前に疑って。この表示数稼ぎっていうのはデマとか嘘で釣るっていうことですね。見てもらいたくて、外国人窃盗団が現地に向かっているといった偽情報や、募金詐欺とみられる投稿も相次ぐ。それ偽じゃないんじゃ、外国人窃盗団が現地に向かっていないってお前知ってんのか、証拠あんのか、突っ込みたくなりますけれども、ハイエース銀色の大阪ナンバーとか、ナンバーはこれこれでってなんか複数目撃情報ありますよ、窃盗団の火事場泥棒どもの、世論ですなどと供述しており、なんだ自己紹介か今日のお前が言うなはこちらですか、俺の真似をするなと、 KY でいくら稼いだ、KY って珊瑚礁に KY って傷つけて一体誰がみたいな、報道したっていう。新聞でデマや偽情報をばらまくのはいいのか、慰安婦というデマを作ったのが我らが朝日新聞、さすが目的に詳しいな、嘘で発行部数稼いでたの誰でしたっけ、言ってることは正しいがお前が言うんかい、自虐ネタですか、X でデマが増えたのは表示数で収入を得られる仕組みになったことも関係していると見られるなんて書いてありますけど、それが目的なんてないですよ。ツイッターの収入なんてごくごくわずかですよ。ごくごくわずか。本当にごくごくわずか。だって私、フォロワー16万ですけれども、1ヶ月10,000円だもん。それで、生活なんか、チップみたいな感じ。10,000円。10,000円つってもですね、下の方です。居酒屋ぐらいかな。一回ぐらいですよ。インプレッション数百万あっても。ないよ。ネットをとことん目の敵にしてですね、こき下ろしたいっていうのは分かったけど、そもそもメディアが誠実で信頼されてたら、ネットがここまで力
持たなかったんじゃないか、こいつらが朝日新聞やテレビが嘘ばっかだからテレビを捨ててネットに頼るしかないんじゃないですかね。 NHK のデモも相変わらず報道されねえし、外国人実習制度廃止デモも、相変わらず報道されねえしね。こいつらが頼りになんねえからネット頼るしかないんじゃーん。全くね、どの面下げてこんなこと加減だかって本当にね、左翼には恥がないなとつくづく恐れ入りますね。こんなこと書いてお前が言うなって言われないとでも思ったんだろうか。朝日新聞は本当質が低下してるよな。災害初日、岸田総理がスーツで会見。おめかししてんじゃねえ。ネクタイ結ぶ暇あったんか。非難ごうごう。二日目から作業服になる。現場にも行かないのになんで。やってる感出してんじゃねえよ。非難ごうごう。この人は他人から嫌われる才能があるとしか思えないですね。何やっても非難ごうごうっていうですね。高市早苗さん、総理が行くと警備に多数の警察官が動員される。今は人命救助最優先で。まあ、早い話が邪魔になっから総理は行かねえんだって話なんですけど、世論です。なるほど。賢明だと思います。東北の時、菅直人がシャシャリ出て現場を混乱させてたなぁ。原発を視察して迷惑かけた総理がいましたよね。菅直人のことですね。岸田総理、一回漁港で襲撃されてますもんね。勇敢な漁師さん、のおかげで取り押さえられたけど、犯人は、勇敢じゃない漁師って、いるのかなーって、船に乗って海に出て、板子一枚下は地獄とか言うんでしょ。おっかないですよね。比較される菅直人なんですけど、自分が目立つために注水延期させてメルトダウン、させた張本人ですよ。こいつのために迷惑被った人多数、こいつの内閣が全国の原発、停止させるっていう決定でですね、未だに高い電気量、苦しんでる人、多数、大罪人で、大罪人ですね、こいつね、菅直人。岸田総理、自衛隊員を4600名派遣する、捜索権も倍増する。当初の1000人から増強。これ、良かったものの、物資支援予算を9日に閣議決定する。で、発表しちゃって、遅い。批判相次ぐ。世論です。おっそ。なんで今できないの？こんな時でもカレンダー通りかよ。災害やのにのんきだね。バカじゃねえの。なんで今日明日でやらんの？遅いと思うんですが、こんなもんですか？災害費用は別に確保してないのか？内閣のメンバーが揃わないにしても、電話とかで、参加したことにできないのかね？内訳の編成に時間がかかるのか？すでに自衛隊が動き出してるわけで、何もですね、9日に閣議決定って言わなくてもよかったんじゃないのこれ。これ発表したら、おっそって言われない、思われないかって思わなかったんだろうか。とことん政治センスないですね。あとですね、こんな遅くて、行方不明の家族の方、恨むんじゃないかとか、気の毒じゃないのか思わなかったのに、ちょっと人としてどうかと思いますよね。それに引き換え黙々と自発的に行動を開始した山崎パンの支援トラックが続々現地入り。自衛隊が荷下ろしを手伝っておりました。世論です。山崎さんかっこいい。東日本大震災の時も真っ先に動いたのは山崎パンだった。山崎パン食べて応援、善行は広めろ、悪行は晒せ。惣菜パンとか菓子パンは本当ありがたいと。私、今日まで知らなかったんですけど、山崎って世界2位のパン会社、でした。世界の山崎って名乗ってんもんね。まあ、パンだけ作ってるわけじゃないんですけど、世界の山崎は本当でした。東日本大震災の被災者なんですけど、私、お湯沸かすとかですね、温めるとかの手間なしで、食える惣菜パンや菓子パンはあると助かりました。まあ、そればっかだと3日ぐらいで飽きてくんですけれども、まあ、贅沢ですけれども、道路があれなんで、必要なところにまでたどり着けないんで、自衛隊と組んで行動してるみたいなんですよ。自衛隊が柔軟でよかったな。山崎の公式発表、大規模災害の発生に際して被災地への緊急食料の供給を行うことは、食品企業としての当初の社会的使命と考えています。
まあね、立派ですね。山崎さんだけじゃなくて、第一パンとかコンビニ大手各社も、無名の企業も支援に動き出してるみたいなんですけれども、まあ自社トラックで運んでから、やっぱり山崎パン目立つんだろうな。大雪渋滞の時もですね、山崎トラック運転手がですね、周辺の車にパンを無料配布してたんですわ。届かねえって、これ時間通り届かねえわ。どうせ廃棄になるから期限切れで配ったんだろうって、すぐね、腐すやつ出現するのがネットの世界なんですけど、リアル社会、では、会うこともないであろう。100万人に1人レベルの嫌なやつがいるのがネットの世界なんですよ。100万人の嫌なやつ。まあ日本ではですね、まあ6000万から8000万人ネットに接続してるっていうから、800人いるってことだ。80人か。あれ ?800 人。80人か。100万人に1人。1000万人で10、80人、100万人に1人の嫌ですって相当なレベルでしょ。うっそ、信じらんねえ。いうレベルのやつが80人存在しているのがネットの世界であります。まあ、やらない善よりやる偽善って言うでしょうね。国乱れて英雄現る。これは自衛隊もさんですね。山崎も目立ってるし、自衛隊さんも頼りになるな。自衛隊の評判が良くなってですね、パヨがギリギリするといいですね。中国政府、必要な救助や助けをしたい。支援を申し出。世論です。怖いからいらない。侵略する土地の偵察官。居座って土地を乗っ取る気だ。支援と言って占領する気。どうせなんか要求する気なんでしょう。それより尖閣に来ないでくれる。生き埋めにするんでしょ。何か仕込んでくるからお断りと。必要ないって台湾の支援断ったんですよ。中国の支援受けるわけないですね。なんか160人規模の救助隊送るって言ってくれて準備もしてくれたんですけど、道路があれで活動できないんで、っていうことで断ったみたいなんですけどね。まあ、気持ちだけ、受け取りたいと思います。台湾のは。支援隊つって人民軍、送ってきそうなんで、断るべきですね。あとは、救助のスキルねえだろう、おめえら。何でもかんでも埋めればいいと思ってさ。募金の行方は誰も知らない、知られちゃいけないことを、除籍された元公認候補にばらされた日本共産党、悔しかったのか。お預かりした募金は、日本共産党の政治活動資金のための資金と区別し、全額を被災者救援、被災自治体への義援金に充てますと発表。まあ、嘘なんですけどね。世論です。嫌です。横領するから嫌だ。危険すぎる。別に共産党を経由する必要ないですよね。また書類化すつもりか。熊本地震の時は募金を党の活動費にしてたよね。共産党の石川支部とか下部組織の NPO に行くだけ。それだ。それだ。共産党全部抜くから中抜きじゃないよ。石川県の支部に渡して後で回収、これですね。もしくはコラボみたいな下部組織の団体に渡して太らせとかね。まあいずれにしても共産党は嘘つきなんで信用してはいけません。人殺しといてですね、俺は悪くないって認めてないし謝ってもいないのは共産党であります。人殺しの言葉を信じる方が愚かというもの。嘘つきは人殺しとは限りませんけれども、人殺しは確実に嘘つきですもんね。罪の大小から言ってもね、人を殺せるほどの罪の意識、良心がないやつが嘘つかないわけないんだよ。つまり共産党は嘘つきと、こういうですね、完璧な理論で説明いたしましたね、私ね。というわけで、メール党員さん大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックしてもらって、そちらからご登録してください。あとはチャンネル登録者、横ばいなで伸び悩んでますんで増やしたいんで、チャンネル登録してくださいよ。よろしくお願いしますよ。というわけで、デトックスジャパン。